ノーブラザーズ白瀬です。いつもご視聴ありがとうございます。じゃあ今日はね、アルベドとこちらのリサさんですね、こちらの紹介していきたいと思います。まあ冒頭見てもらったと思うんですけど、結構良さそうですよね、相性がね。まあ、いろいろいいところね多数あるんですが、今回のちょっとビルドのというか、まあ、編成ですね、編成はこんな感じで組んでます。リサ、ゆくあき、勝利、アルベド。まあ、狙いとしては無凸のリサでも、まあ、戦えるように中段耐性のアップする、まあ、ゆくわきのスキルを入れてみたり、元素爆発中のその感電を与えていったりとかして、いろんなビルドに対応できるようにすると。でこちらの、まあ、電撃とやつで、であとは岩元素の共鳴ですよね、追加ダメージアップしたり、将来的にシールドの強化もあったりとか、まあ、いろいろ狙っての勝利アルベドという、この、かなり強烈な組み合わせ、これの説明も細かくしていきますので、ぜひぜひ多分ねいろいろ参考になると思いますので、ぜひ見ていてください。じゃあまずリサさんのビルドの方からちょっとお話しした方がいいですかね。まずはビルド、今回ちょっといろんな武器使えます。まあ紫風減点を使ってみたり、まあこれ紫風減点今回僕はね一押しで使うんですが、こちらのキャラクター編成、4人のキャラクター編成って結構置き型で打って、まあ、離れることができるんですね。その継続時間が非常に長いメンバーが多いと、まあ刹那の花であったり、勝利 の、 岩の柱、これ30秒ずつであったり、ゆくあきの元素爆発が、まあ、2凸とかで確か、18秒とかになるのかな、18秒か17秒かになって非常に長い継続時間を誇ってるようなビルドが多いんで、それに対して紫風限定の16秒、これがねマックスの威力になったりとかする可能性が非常に高いっていうところになっちゃう。あとは会心率が上がるんで、会心ダメージのねゴリモリの生物をそのまま採用できるっていうところもあります。あとは非常に合うと、もう一つ思ってるのが浮世の女王です。これシールドのプラス強化もありますし、あと攻撃力のパーセンテージが非常に上がりっぱなしになりやすいと。例えばそのキャラクターを変更して戻ってくるっていう作業があった時に、それが8秒以内であれば乗ったままリサの威力ができると。あとはシールド強化している状態でシールド拾っていって、そのシールドの生存率も上がるというようなところで、かなり非常に使いやすい。だからこれとつってたらこれ使うかなって感じがします。はい、で次がまあ天空の巻、今ピックアップ来てるんで、これも非常にね相性いいのかなと思います。元素ダメージも上がるし、まあ、通常攻撃をねゆくあきの元素爆発の時通常攻撃打ちますから、でそれ当たった時に、まあ、追加で攻撃力が当たるようなのが15秒続くと、これはかなり優秀だと思います。あとは僕持ってないんですけども、気候の放棄、通常攻撃打ったら元素爆発スキルが上がるみたいな、まあ、そこら辺がかなり優秀だと思います。元素爆発撃った時にすぐにスキル の、 通常攻撃の銃撃撃ったりとか、通常攻撃撃ったりとかするんでいいと。あとは会心率がステータスの方で上がりますんで、会心ダメージ盛りの生物がそのまま使えるってところで、かなり、まあ、無課金、非課金、まあ、微課金であれば、まあ、気候放棄使うのもありなのかなと。あとはこの生物ね、ここら辺天空浮世、紫風どれか持ってればね非常に相性が良かったりすると思いますんで、これ使ってみるのもいいと思います。ただこっちの元素熟知上げて感電の威力を上げていって、まあ、スキル銃撃をね回数多く打てるっていうこの祭礼も、まあ時点としてはありかなと思いますが、基本的には火力もっとゴリゴリ上げていきたい、会心ダメージ上げていきたい。で最後もう一つ流浪学章が入ってきます。これは威力が上がったり、元素熟知上がったり、元素ダメージバフが上がったりする非常に優秀なもので、会心ダメージがゴリゴリ漏れるような放棄になりますんで、これを使うのもあり。この場合だったら会心率の方を冠の方で調節してみるといいと思います。はい、で一応説明以上で、今回僕が使う異物がですね、坂飛びを使ってますね。これ理由があって、まあ、シールドの強化をすることによって、まあ、受け取るシールドですね、玉章シールドであったり結晶のシールドであったり の、 プラスパーセンテージが入るってことで、かなり自分の生存率、あとダメージバフが乗った状態を結構維持することができるっていうところで、これを使う、まあ、浮世との相性も非常に良かったりしますよね。で
通常攻撃と銃撃のダメージが当たるんで、基本的にそれを活用していったりするビルドになるんで、普通の銃撃の攻撃が、まあ、1万とかね、超えてくると思われます。普通にそれを連発していって、行く秋の通常攻撃の元素爆発を絡ませていってみたいな感じでダメージを稼いでいく、場に出続けながら戦っていくみたいなことができると思います。はい、まあ逆飛びでもいいですし、あとはライドですね。ライド使うことによって、そもそもの雷の 15% アップ、雷元素ダメージが 15% アップします。で、4セットにすることによって過負荷感電超電導の反応で、まあ、そのダメージがそもそも上がるっていうところがいいので、まあ、感電がね伸びる、今回伸びるの感電が伸びる、過負荷だったら過負荷が伸びる。で、さらにはその反応が起こすたびにスキルクールダウンがね短くなりますので、今回スキル銃撃は非常に強い、リサというキャラクターを使うんで、まあ、かなりそれをこれでやってみるのもかなりいいのかなと思います。で、なんで、通常攻撃であったりスキル銃撃は、使ったらいいのかなっていう話になってくると、まあ、リサのね銃撃が非常に優秀なんですよね。まあ、通常攻撃も使うし銃撃も使うし、スキルの銃撃も使うしってことなんですけども、通常の銃撃、これって例えば同じ砲撃系キャラクターだったら、まあ、モナって銃撃使う印象ですよね。でも銃撃ダメージが 150% なんですよね。クレイも銃撃をよく使うイメージ、ね、なので強いのかなと思いきや 157%、まあ、モナとちょっとしか変わらない、レベル1の状態の話ですね。で、あとは、まあ、スクロースも、まあ、銃撃は、まあ、使わないけど一応砲撃系キャラということで 120% で、次が行幸ですね。行幸の場合も、まあ、銃撃がね、174%、かなり高いで、行幸はかなり高いイメージは持ってますよね。はい、なので行幸の銃撃はもう相当なダメージが出るってことを皆さんご存知の上で 174% で、次に、クレイやったよね、スクロスやった、行幸やった、で、バーバラも銃撃が強いイメージ、銃撃ダメージ 166% 強いですね。はい、なので強いないというところなんですけど、リサさんがですね実は 177% でね一番高いんですよね。はい、で、銃撃がかなり強いってキャラなんで、銃撃を撃つことによって敵のダメージを稼ぐことができる、で、逆飛びを使っていくっていうところでダメージが増えていきます。まあそこら辺で増やしていくっていうのと、まあ、あとはスキルの方ですね。総雷、これのスキルが、まあ、由来ってのを使うと、まあ、基礎的な話なんでね、省きますけど、銃撃を撃ったり一回押しの由来を撃つことによって、このなんか印がついてくるんですよね。30まで、その30にした状態で幻想スキルの長押しをすると、まあ、こちらのレベル6の状態で 682% で、1レベル上げると 50% ぐらい上がっていくんですよ。だから5突になったら非常にやばいですよね。これ元素スキルダメージなんですよ。元素爆発ダメージに匹敵するような元素の、なので2万以上、普通にスキル長押しで3万とか当てていくような内容、しかも範囲攻撃でいろんなね、いっぱいの相手に当てれるわけです。どれぐらいの範囲に当たるのって感じだと、今だったら分かりやすいのがアルベドの刹那の花と同じ範囲ですね。全く同じ範囲、広いですよね。それ与えることができます。はい、なのでかなり優秀なのが言えてますね。はい、で、1突すると、まあ元素エネルギーね、今の銃撃スキル銃撃を当たった敵の数だけ上がっていくと、5体かな、マックス5体で1回で、10まで回復できると。1体に当たれば2、2体に当たれば4みたいな。で、こちらの2ですね、これが長押し時に防御力 25% アップで中段耐性がアップする、
この突入で手に入る効果なんで中段耐性がかなり重要なキャラクターなので、ゆくわきとの相性がかなりいいっていうのも鼻づけるような内容ですね。で、元素爆発のスキルレベル。で、4、これがすごくて、元素爆発打った時に相手がノックバックとかしたり、連続でダメージを食らったりするんですけども、その時に放たれる稲妻の数が増えるってのがこれです。だから非常に強くなるっていう言い方ですけど、元素爆発の使い勝手がかなり良くなります。で、スキル銃撃の威力がこれでさらに上がります、5突。で、6突は、その、由来の効果が30にするときに登場しただけで周囲の敵に上がっていく、これが非常に強いということなんですけども、今回のビルドの場合はこれを使っても、使わなくてもどちらにしても強い、出てからすぐスキル銃撃を打って、やっていくっていうのも全然ありの設定、っていう形になります。はい。で、じゃあ一つ一つのキャラクターですね。まずはアルベドとの相性なんですが、刹那の花で、この範囲が非常に長いね、刹那の花なんですが、30秒で継続時間長いんで、リサを出しっぱなしにすることも結構可能になってくる。あとは追加でシールドを生成できるんで、坂飛びとの相性もいいというところなんですが、エリアの範囲内で由来とかって結構相手に勝手にホーミングしていくんで当てやすいんですよね、由来。だから由来打ちながら逃げまくるとかっていうやつだけで敵を倒せちゃったりします。で、結構、なかなかね、やってみると楽しいですよ。逃げながら由来打つだけで、もうアルベドの追加ダメージが入ってくるみたいな。はい。で、あとは元素爆発との相性が非常に良かったりしますね。はい。アルベド自体ね、元素爆発で、元素の熟知が上がりますし、そのリサの元素爆発を置くと、まず、範囲継続ダメージがね、続きますよね。この時点で、アルベドの刹那の花の追加ダメージが、それにボコボコ乗っていくわけです。で、何がいいかっていうと、リサの元素爆発が、もちろん、継続時間が15秒って非常に長いっていうところと、相手にね、ノックバックするんで、止まりっぱなしになったりするんですよ、敵は。なので、刹那の花の、追加攻撃って一応範囲中なんで相性がね、かなりいいんですよね。はい。で、どれぐらいの範囲かっていうところですね。刹那の花の範囲、これがさっきも説明したんですけども、この総雷の長押しね、威力の長いやつなので、花の範囲とリサの銃撃の範囲が全く同じなんで、花の上に乗っかって、花のアルベーターっていうんですよね。あれの上に乗っかったままこれを使うことができるみたいなことになって、非常になんかね、面白いんですよ。ドンピシャだなっていう、範囲も広いし、で、その上からまた行く秋の元素爆発打ちながら、もうバンバン通常攻撃銃撃打ちまくってね、やったりすることができるってことで、かなり本当になんか見てて面白い、やってて面白い、こんなにバッチシ合うの、相性最高じゃんみたいな風な印象でした。で、ゆくわきのいいところはさっきも言ったんですけど、リサの突入で手に入る効果が中段耐性、デフォルトであるんで、無突とかでも全然組めるっていうような感じになってます。で、アルベドも別に無突でも組めるし、この方法であれば勝利も別に無突でもいいわけですね。なので、非常に組みやすい編成にはなってると思います。で、すだれの破壊で回復もできるし、回復の方も一応意識しているというような感じですね。あとは元素爆発のさっき言った、こちらの、剣が刺さっていくやつ。これは、かなり広範囲まで届くんで、リサの通常攻撃、銃撃とか、あとは、その通常攻撃を打つ距離が非常に長いんですよ、リサって。届くんですよ。どれぐらい届くかっていうと、あれより届きますね。刹那の花の範囲内、スキル銃撃の範囲より届くんですよ。で、それで届く距離で、行く秋ね、刺さってくんで、かなりね、リサがダッシュしないで、敵に近づかないでも、そのまんまボコボコにタコ殴りできるような、内容になってますね。なので、かなり、強いと、相性がいいということになります。で、もちろん、
行く秋もそうだし、勝利も、相性が良かったりしますね。まあ普通に、まあ、継続ダメージ、共鳴ダメージが行く秋、アルベドの花にも乗るし、そういう形の相性がいってシールドを落としてくれる、それをリサが拾って打つみたいな感じになってくるんで、非常に強いと思います。で、今回のパーティーでね、最初にいろいろお話ししたんですけども、やっぱり岩共鳴 そのダメージが、ダメージアップってやつが、非常に優秀なんで、やっぱりアルベドのその花で勝利の岩で、その上に登ったりとかしてリサがやったり、そういうコンビネーション、あとは耐久力の20秒で耐久力の長いシールドを打てると、で2突であれば石化もしながらそのシールドを生成できるんで、まあ、キャラチェンジの際に無駄のないキャラクターって言って勝利ですね。とにかくシールド、しっかりリサの坂飛びを発動し続けるシールドっていうところで、まあ、勝利が優秀かなっていうところですね。で、アルベド勝利のコンビネーションは今のシールドダメアップと、まあ、シールドの強さし継続力が合うってところでの説明だったんですけども、まあ、継続時間の長さが非常に多い、パーティー。まずは行く秋ですね。行く秋って2突すると3秒元素爆発上がって、こちらの元素爆発の時間が18秒になるんですよ。長いですよね。で、あとは勝利の岩の柱、先生1回押しで岩の柱が出てくると思うんですよ。これの壊されたらすぐなくなっちゃうんですけど、30秒持つんですよ。岩が30秒間壊れない、岩の柱か、30秒持つんですよ。まあ、相手に殴られたりとかするとね、時間が短くなって壊れちゃうんですけど、30秒で、アルベドの花、これも30秒なので、アルベドで花出して、勝利で花出して、でシールドを元素爆発で出して、で行く秋のすだれ出して元素爆発して、リサでやって、でリサで多少戦って、まあ共鳴が続くんで、そのシールドの結晶シールドを拾って戦って花の上に登って上から打って、で行く秋のが切れます、18秒で切れますってなって、戦いがきつくなってきたらすぐに勝利に移して、元素爆発溜まってると思うんで元素爆発打ってシールド生成、アルベドの30秒の刹那の花をまた置いて、またそれを中心基盤として由来の援護を打ちながら追加ダメージを与えていく。で、幻想スキルの長押しを打って、どんどんチャージ貯めて、幻想爆発を打って、その中で戦っていくみたいな。ちょっと話長いですけどね、そんなイメージですね。だ、そういうことができるのが、まあ、今回のパーティー構成。キャラチェンの無駄があまりないような編成になってます。で、あとはね、リサさんの、みんなよく知ってると思うんですけどね、結構声がセクシーなんで、崖登ったりするときとかみんなね、なんかしてる、まあ、それもいい一つのね、声優さんがいいっていうところの一つ理由もあるとは思います。はい、でこんな形で今回のビルド紹介の動画になるんですけども、いかがでしたでしょうかね。ぜひぜひ低コストで作れたりとかしますんで、試してみていただけると非常に嬉しいです。はい、まあ、こんな感じでビルド紹介終わります。気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録、高評価の方してくれると非常に嬉しいです。またこういう動画も出したりとかしますし、生放送とかでね、どんどん新しいのを発送していったりとかする感じになりますんで、コメントを残してくれると絡んで楽しいと思います。ではまた皆さん、ぜひぜひお越しください。ありがとうございました。グッバイブラザー。